こんにちは、ハイジーです。というわけで本日は吉本のね、沼津の劇場の出番がありまして、沼津に来ているんですけども、この沼津に来るたんびにこの前の通り、大きな道を通っていくんですけども、その時にね、毎回前を通っては、うわ、このお店行ってみたいなと思い続けていたお店にいよいよ満を持して行ってみようのコーナーでございます。そんなわけで本日やってきましたのはこちら、カルビ一丁さんでございます。看板の色味も完璧でしょ。で、この外観ね、焼肉カルビ一丁さんと書かれておりまして、黒毛和牛食べ放題というコースがあったりとかもするんですけれども、これはさすがに攻めてみたいと思います。さあ、というわけで入店の方を無事にさせていただくことができましたけれども、やはりというか快適空間でございまして、おのおのの席が区切られた感じ、落ち着けますよね。メニュー見ていきますけれども、ランチメニューとなっておりまして、今お昼に来てるんですけれども、来ました、外にありましたランチ限定食べ放題コース、今回狙い目ですね。このコースだけでもカルビも各種あったり、ホルモンもあるんですね。で、ロースもある、タンもある、で、豚焼肉、鶏焼肉もこのようにラインナップされております。で、うま辛焼肉とか焼き物もあると、一品もあると、チヂミなんかもあったりとか、スイーツも食べ放題メニューの中に入ってきてます。で、ライスももちろんありますし、焼肉専用ご飯とかキムチ系、サラダ系なんかもありがたい存在。そしてランチの食べ放題で2780円のコースもあるんですけども、こちらちょっとバッグがね、黒くなってます。高級感出てますね。そしてホルモンとかいろいろ、もこっちも、ね、肉寿司、そして待って、メガ盛りセットっていうランチメニューもあったりするのね。やばいねこれ。あ、そう、黒毛和牛贅沢セットとか、あららららら、ランチで食べ放題じゃなくてこういう定食系もいただけるってことか。これとんでも、黒毛和牛とんでもないな。あら、そうですか、肉寿司もう食べ放題に入ってくんだもんね。4080円のコースでも肉寿司が入ってくるということで、もっと上のコースが実はある。ほら、プレミアムもあったりとか、え、カニと焼肉、え、カニも、カニもなの。最初のランチ限定の1980円のやつ行こうとしてたんですけども、カニも行けちゃうの。さあ、というわけでもうこれは行くしかないですね、ガンガンね。でもただどのお肉も名前から何からすごくて、どうしていいか分かんないの。どうしよう、黒毛和牛ももちろんある、あ、超大判ロースですって。ちょっとこれいっちゃおうかな。黒毛和牛のバラカルビですって。あ、来た、海鮮カニ焼きで、東京エクス、これ豚ですね。ロースステーキとかハラミステーキとかあるんですけれども、リブロースステーキいこうかな。じゃあ裏メニューはお近くのスタッフにお尋ねくださいとありまして、ちょっと聞いてみましょうか。はい、明治さんから試供品で LG21、はいはい、はい、いただいてまして、これを今差し上げてます。え、すごい、直前に、あ、いただきます。はい、めちゃくちゃすごくないですか。これ今週だから、この動画を上げた週、今週は多分これね、あると思うんですけれども、乳酸菌が胃の負担を和らげる LG21 がいきなり飲めると、飲んでからスタートできるといったナイス裏メニュー。うまいぜ。はい、はい、いや、ま、あの和牛カルビの間違いのない上質感なんですけど、もう霜めちゃくちゃ降ってる。そして大判って、大判すぎでしょ、めちゃくちゃ大判。そして本当にカニ来た、マジで。出番の前に食べるの、ちょっとこれ食べて今からライブって
どんだけ活躍しなきゃいけないのみたいなことになってますよ。食べ放題だからもう、ね、ガンガン焼いていきましょうということで、これも、もう乗せちゃおうか。乗るのかな。ちょっと、はい、ノープランでいきなり、あーっと、そうなるよね。そう、あの、そう、乗るプランがあんま見えてなかったから自分の中で、あ、うわ、すげえ、なんていう広大な面積。よいしょ。失礼いたします。はい。失礼いたしました。国産牛リブロースステーキ。はい。いただきます。ありがとうございます。来るお肉もう何、でかいんですけども、これ リブロース？こっちリブロースかな？これはやばいね。あのしかもご飯注文し忘れてますからね、私。ちょっと、うわ、で、この来て、めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。まずはじゃあいつものね感じでタレなしで。甘い。脂が甘くて肉も甘い。で最高にとろける。とろけるカルビだ。でこの暴れん坊にもそろそろねおとなしくしてもらいましょうかね。だってこれ一皿でもう焼肉定食として成立するくらいのボリューム感ありますよ。でそうしましたらお肉食べてる間にカニここで焼いちゃいます。焼いちゃいましょうか。はい、こう来て、はい、こっそりご飯も来てますからね。これガンガン食べていっちゃいましょうね。ハサミでカットしましたので、うんまっ、うんまっ、うん、まとんでもない土砂降りレベルの肉汁、うん、まうん、で驚くのはご飯のツヤツヤうまっぷりが尋常じゃない。これやらないですけども、お肉なしでご飯だけ食べてご飯のうまみに酔いしれるレベル、飲酒運転で捕まるレベルで酔いしれるやつ。カニと肉というこのお祭り感ね、とんでもないね。牛カルビ、黒毛和牛炙り、デジカルビ、生チーズクリーム寿司、全部いくよ。そうなってくるともうこれくださいのやつね、この通りくださいみたいな、服屋さんのマネキン買いみたいなやり方しちゃいましたけども、この辺からもうさいけちゃうわけですよね。ベロン、あ、いただきます。うまい。めちゃくちゃ美味しい。これ食べ放題最高。うん、切り込みが入ってるスポットが優秀すぎてこじるやつなくてもいける、余裕でいける。 こうでしょ、こう来て、はい、でここほらー、これ美味しい。うまっ。あるあるだよね、黙っちゃうの、集中しちゃうから彼に、うん、そういうことだから、図書室で騒いでる人がいたら蚊に当てておけば静かになるから、そういうことだ。蚊にもったいないか。カニ爪の中のむちゃくちゃ身がブリンブリン入ってる。見た？うま。夢中で食べちゃった。ただやっぱこのカニのシーンの撮影に関しましてはもうね、カメラの画角を一切変えられないっていうところだけがあの弱点。普通に食べに来る分には何の弱点でもないけども、そこだけ撮影の時だけこれでカメラ触りたくないっていうだけのこと。肉寿司も到着しまして、そうこっちの肉もまだ焼いてないから、よいしょ、あたたた、最高。なんて最高なお店なの。全力でもう全部美味しいぞ。これを焼けてる映像を置かずに寿司食べるっていう、うん、はい、いただきます。はい、ありがとうございます。はい、だからはっきり言って肉寿司のお店としても勝負できるくらいのうまい肉寿司なのよ。で和牛来ました。
なんていう悪魔のビジュアル、目に映る全てがうまいやつ。和牛もゆっくりとろける感じの舌触りでございまして、もちろんめちゃくちゃ美味しい。びっくりした。焼けたて、熱いけどうまさが勝った。うまさが勝ったからもういいやって思って書き込んじゃった。もうすげえうまかった。まだまだ食べたい気持ちと残り時間と胃袋の容量とのせめぎ合いになってきたよ。どうしよう、スイーツとかもあるんだけども、やっぱりクレイジーステーキとかっていうこと言われたらちょっと挨拶したくなるよね。赤身肉とかもこの時間帯に行ってみたいし、赤身肉塩行こうかな。カニは行きたいんだよ、ごめんなさい。あ、ちょっともう一個すいません。あとはちょっと待って、本当はあの野菜に巻いて食べるとかさ、あのそういう野菜系もねあるのよ、絶対にないわけないのよ。チョレギサラダもやっぱ行こう。うまい。はい、ありがとうございます。新しいカレッツの音。はい、カニ焼きでございます。はい、いただきます。さあ、カニ今回ちょっと増量して注文しましたけども、相変わらずあでやかで、これ美味しいのよ。チョレギサラダも登場しました。クレイジーステーキまず登場しました。なにこれ、なんか振ってある。クレイジーソルトかな、やっぱりね。和牛赤身ステーキなんですけども、もうあのこれだけのねビッグネームが来てくれてるんですけども、もう楽屋がパンパンなんですよね。だから入る場所ないっていう。これがまだ気分的に食べたかったら何回でもお借りできるってことでしょ。すごすぎる。うわー、ゴナクレイジーしちゃいました。天国すぎる食べ放題。こんなずっとなんでこれまでじゃ来なかったんだよって気になってるだけで、もうこれ剣だよ、剣の鞘。うまっ。はい、ごちそうさまでした。大満足。というわけでカルビ一丁さんにて食べてまいりましたが、まさかオープニングの撮影をそこでしている時の僕は、この後自分がカニを食べるなんて思っても見なかった。もう半端じゃなく美味しかった。カニ美味しかったし、お肉も美味しいんだもんな。困っちゃうよね。お肉も美味しいからさ、カニだけに目を奪われてるわけにいかないと。だからもうどっちなんだいと。中山きんに君よ、味の。そのくらい食べれば食べるほどパワーみなぐるめちゃくちゃ美味しいお料理の数々でございました。お店の雰囲気も店員さんの温かさも最高でございました。超おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ。だから紹介しますけれども、あのなんか今撮ってたらカメラのバッテリーがもうギリギリの感じになってきましたので、もうすぐ紹介しますけれども、大丈夫かな、途切れないかな。太郎山田さんからのコメントで、ハイジーさんって3泊くらいの旅行だと初日の夜に帰りたくなるタイプですよね。そんなわけないじゃん。3泊の旅行でだったら行かないよ。そんないやいや言ってるわけじゃない。はっきり言って初日の夜ね、あー楽しいなー、こんなに楽しいけども、いつもだったらもう明日帰るとかだけども、まだ一泊できるんだもんねって、もうワクワク、もうすっごいなんかのんびり優雅な気持ちでいたら、あれもう次の日の夜だ、あやべえ、もうまだ一泊なのってなるタイプで、3日目の朝にもう寂しいタイプ、もう終わりじゃん、まだその日1日ね18時ぐらいまでそのプランがあったとしても、もう終わりじゃんってなるタイプ、早くも3日目の朝でロスになるタイプだから、こんなこと全然ない。ただ僕昨日ね泊まったんですよ、沼津のホテルに。で、今さホテル代って高いじゃん。昔は5,000円とかで泊まれたのにね、探せばね、今はさ5,000円で泊まれるホテル急になくなったよね。急
急にもう普通に1万円超えるところばっかりで、1万円一泊マジでやだなと思って探して探してさ、9000円の見つけたの。9000円の見つけて泊まりに行ったら、喫煙ルームですって言われて、禁煙で予約したはずですけど、いや喫煙になってますよって言われて、あーそうか、間違えちゃったのかと思って、わかりましたって言って部屋ガチャって開けたら、もうタバコの匂いが染みついた部屋で、帰った方がいいのこれ、どっちって思ってさ、えこれ9000円出すんだったら一回家に高速使って帰って、また高速使って戻ってきても、あれ安い、9000円はかかんないもんねとか思ったけども、その疲労度考えたらなとか、いろいろ考えたりとか、でもここでキャンセルって言ったらまたキャンセル代もかかるだろうし、うわーって思って止まったよね。そしたら意外と平気だった。ビバンを見て過ごしてたら、ビバンに集中しすぎてもうタバコ気にならなくなっちゃった。ビバンってすごいね。オズマリーさんからのコメントで、私も限界に挑戦することにしました。ハイジー名作劇場を本編からでなく最初から見ることに、何これ、そもそも本編の解釈違うのよ。あのオズマリーさん、このコメント紹介のコーナーを本編って思ってるので、本編いつもはここから見て力尽きて終わんので、そんなに苦痛なの、このコーナーすら見るのに体力使って、もういよいよ僕で言う本編ね、最初の食べ歩きのコーナーを見る体力残ってないの。ロロさんからのコメントで、ハイジーさんが今回の動画の一番大事な部分をスルーするポンコツぶりを発揮したのでネットで調べました。ちなみにこれがね、先日のラーメンランドマリオ店さんの動画のコメント欄のコメントなんですけれども、マリオ店の名前の由来は、隣接するカラオケ店の名前がマリオなのでラーメンランドマリオ店になったようですということでございましてそうな、それはね、本当にね、僕も、はい、そうです。ありがとうございます。なんでマリオ店なんだろうなと、ラーメンランド、マリオ店って何と、そんな場所ない、裾野にあるお店で、なんでマリオ店なのって思ったんですけども、そう、母体、その、隣接するお店、だから、どういうこと、カラオケ店のマリオさんの隣でやってるラーメンランドさんだから、ラーメンランドマリオ店さんなのかな、それもなんか変な感じするけどもじゃあ何、そのカラオケボックスの方が同時に運営してるってことなんだよね。営業元が一緒ってことですね。ですよね。じゃなかったらもうわけわかんないもんね。今日のカルビ一丁さんも、じゃあ隣に野島電機さんありますけども、カルビ一丁野島店ねわけわかんないもんね。ただこれほどじっくり見てくれてるんだなっていうのは感動的だったんですけども、そんな方もいる中で、谷.com さんから、ハイジーさんの今日の動画、クリーミー豚骨ラーメン寸胴サイズ、本当に美味しそうでしたけど、聞くだけの量は普通でしたね。何見てんの？逆に、クリーミー豚骨ラーメンを寸胴サイズで注文してないし、聞くだけパラパラしか想像したら面白いけど。すいません。というわけで、今ね、やってましたらバッテリーがやっぱ切れちゃいまして、ランダムコメントのコーナーを今 iPhone のカメラに切り替えてやろうとも思ったんですけども、iPhone のカメラにしちゃうと、ランダムコメント、これがね、iPhone でいつもやってるから、できないの。なので、一回今僕 iPhone のカメラを止めて、もう不正なしでランダムをやって、もう一回カメラのスイッチ入れて、やるという。ランダムしてる様子を見せないランダムコメントのコーナーでございます。本日も行ってみたいと思います。せーの。はい。というわけで衝撃的なことが起きまして、僕も相当頭悪いなって自分で思っちゃったんですけども、今、一旦この iPhone のカメラのスイッチを切って、アプリ立ち上げて、ランダムコメント、コメント欄でやって、はい、ここって言って止めて、そのコメントをね、読もうとしたんですけども、読むってことは、iPhone のカメラ、起動ができないから、アプリを切って、このカメラを、ね、iPhone のカメラのスイッチ入れるしかないから、もうどうにもなんない。で、一応当たったのはね、ガンダム好きさんからのコメントで、自分もね、チャレンジしてみようと。コメント欄で一番乗りをしてみようとチャレンジしたんですけれどもね、いざしてみたら、そこに待っていたのは、ただの無だったと。何の感情も起きなかったと。いう報告のコメントでございましたなんなの、なんだよ、もっと喜んでよ、やった一番取れたとかでいいじゃん。なんで、何にもないな。
僕は毎日したいと思ってるの、一番乗りしたいと思ってるの。でもなんか知んないけども、すごい早さでコメントしてくださる方がたくさんいらっしゃって、一回もできたことないの、自分のチャンネルなのに一番乗りのコメント19時に上がるって分かってて、よし公開されたと思って毎回すぐコメントしてるのに、絶対にだいぶ下の方なのよ。だから嬉しいと思うの、一番乗りだったら。もしかして無なの？僕いつか一番乗りしたいと思ってるんだけども、いざできたら無しか待ってないの。